札幌市交通局250系電車は札幌市交通局が1961年に導入した札幌市電の路面電車車両である1961年に登場した251から255号の5両一連の札幌スタイルと呼ばれる丸みの多い正面一枚窓のデザインが採用された土産電車である車体は D1020 型と同一となり 210系240型よりも全長が長く、また全高が低いため剣部の丸みが小さい。札幌総合鉄鋼共同組合で廃車となった500系の主要機器を流用して製造された。終電装置は当初より Z 型パンタグラフであった。台車は330型と同様の上揺れ枕式に変更され、藤屋鉄鋼で製造された。 1999年7月より3両が札幌市電で最初の広告電車として運行開始された。2015年9月現在、251号がアルバイト北海道、254号がビッグ、255号が日例の全面広告車両となっている。また、過去に251号はキュラーズ、252号はフリスク、 253号は、総円自動車、学校。254号は、撮信班。255号は、空の全面広告車両だった。1999年に、初めて全面広告車両となった時の広告主は、NTT 東日本である。ありがとうございます。